めちゃおうかな。待って。ちょっとピンチ。大丈夫です。まだ間に合います。はい。これでいけるか。いけた。はい。ありがとうございます。はい。お願いします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日は9月22日となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。あれ、ツイキャスが止まっている。あ、動きましたね。はい、今日もですね、9時56分まで生放送でお付き合いください。今日も FM ギノワン、そしてリスラジ、それからツイキャスライブ、 YouTube ライブ、そして私の Facebook ライブでもお届けをしております。ツイキャスライブ、そして Facebook ライブではコメントも受け付けております。今日の内容ですとか、また今日出てくる方へのご質問などなど、気になるところはぜひぜひどんどんコメントください。そちらのツイキャスと Facebook ライブの2つからコメントを拾って、皆様にご紹介してまいります。ということで、まずツイキャスのコメントから、高野さんですね。やすさんこんばんは。こんばんは。お昼からものすごい雨でしたね、と。そうらしいですね。明日未明まで続く予報です。気温は下がってくれたので助かりましたが、ということなんですけども、東京はね、すごい雨だったみたいで、皆さん大丈夫だったでしょうか。今日はですね、なんと、沖縄県から生放送でお届けをしております。沖縄県の宜野湾市って言いたいところなんですけど、残念ながらスタジオ間に合わなかったので、南城市からお届けをしております。南城市のある場所からですね。なので、ちょっと全然沖縄感はないんですけども、今ちょうど沖縄におります。高保さん同じく落ち着いてまいりましょう。そう、私がちょっと今焦ったからね、放送前に。リラックマですって、また。はい、寒いコメントありがとうございます。それから名古屋のダンサーズさん、旧名古屋のパーソナリティさんですね。毎週火曜日夜10時、旧名古屋ぜひ聞いてください。お疲れ様です。素敵な場所からいいですね、ということでですね。そうなんですよ。ね、今日めちゃめちゃいいところからやってるんですよ。ちょっと隣にね、美女がいるんですけど、美女紹介しながら、これどこにいるの？どこにいるの？ってか、どんなとこなの？みたいなのも紹介できたらいいなと思いますね。そして高保さん、同じ画面に二人いらっしゃいますね。そうなんです。今まだね、一言も喋っていらっしゃらないんですけど、後ほどご紹介していきます。それから、ヤンポーさん。ヤンポーさんになってるじゃん。復活した俺、さやかさん、ゲストさん、こんばんは、ということでありがとうございます。ヤンポーさん、名前が戻ってよかったですね。Facebook ライブからもね、ダンサーズさんとヤンポーさん、コメントいただいてます。ありがとうございます。では、今日は、いろんな方がきっとゲストで出てきてくださるだろうなと思うんですけども、今日お一人目のゲスト、ご紹介していきましょう。まあ、えんまりさんですとかって言っちゃうとあれなんですけどね、自己紹介をお願いできますか。はい、えんまりと呼ばれることが多いんですが、本名は石原よし子と一文字も合っていないニックネームで呼ばれております。えんまりと呼んでいただけると嬉しいです。今日は突然のゲスト参加になりました。一緒にやすさんと沖縄におります。ありがとうございます。よろしくお願いします。えんまりさんとリアルでお会いするのは2度目ですよね。はい、オンラインも含めると3度目
なんですけども、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。超素敵なお姉様です。一人目のゲストということで、好きなだけいてくださいね。ありがとうございます。ラジオってやられたこととかありますか？ないですね。ラジオは初めてです。じゃあ、初めてということで、多分私たちズームから喋ってますので、どういう感じかってイメージ、多分えまりさんわかんないと思うんですが、うん、こういう感じです。今、私のツイキャスの画面をお見せしてるんですけど、まさにもろにこうやって顔出てますので。そうなんですね。そうなんですよ。ラジオの方は顔出てるんですね。ラジオは顔は出ないですけど、こういうライブアプリには顔が出てますということで、ツイキャスと YouTube と Facebook ライブはすべて顔でも、顔というか動画でもお届けしてます。はい。遠近法になってる。そう、私の方がね、どうしてもパソコンに近づいちゃうから、私の方がすごくでかく見える。千まりさんがすごいちっちゃく見えるんです。得してます。あ、あはい。じゃあ私もちょっと離れたいと思います。じゃあ、えまりさん、改めて自己紹介、お願いできますか？はい。ですね、自己紹介。はい。仕事はですね、今、ボードゲームを自分で作ってまして、まあ作ってるって言っても一つ作ってるだけなんですけど、研修に使える、まあ、教材代わりがボードゲームになっています。遊んでもらえるだけで、ビジネスだったり自分のキャリアを発見してもらおうということで、楽しくビジネスを学べるツールとして、ボードゲームを作りまして、シンギというゲームなんですけど、それを今いろんな形で展開しているというのが私の仕事です。すごい。まあ例えば、独立起業したい人がボードゲームをやって自分の目標を見つけて、自分の得意なことを見つけて、じゃあ今考えているこの形だとどういう未来がやってくるのかっていうのをシミュレーションしていったり、あとは、もうすでにお仕事されている方だと、じゃあこれから事業をどう伸ばしていくのが自分合うのかなっていうのを、見つけていったりとか、あと一緒にするメンバーによってはそのお互いのことを深く知ってもらったり、あと最近では企業さんでも研修させていただくことができて、企業さんの場合はそのチームビルディングとか、社内の企業理念をもっと社員の人に分かってもらって、でその中で自分がどういうお仕事ができるのかっていうのを考えていただいたりとか、最近は子供向けも開発中でして、独立起業したい子供たちに向けて、まあ、独立起業したいっておかしいですね、そう、起業のことを学びたい、起業するしないに関わらずビジネス思考を身につけたい子供たち、まあ、考え方を自由にしようっていう感じですかね、そんな感じでいろいろ形を変えつつ広げていっているところです。はい、はい、そんな感じです。ありがとうございます。まあ、きっと、初めて聞いたって方もね、多いと思うんですけど、シンギっていう、ボードゲーム作っていらっしゃる、開発者の方なんですよ。ボードゲームってでも最近結構流行ってますよね。そうですね、増えましたよね。いろんなのがありますよね。なんかその、結構あれですか、えんまりさんもそのボードゲームってもともとお好きだったんですか？それよく言われるんですけど、ほとんどしたことなかったです。あ、そうなんだ。はい。人生ゲームもまだデビューしてないです。まだデビューしてない。人生ゲームをやったことがない人がこの世の中にいるんだ。そうなんですよ。すごい。それはなんか避けてたとかじゃなくて。じゃないですね。たまたまうちになかった。あ、そうなんですか。はい、へえ。なんか車に、なんか棒人間みたいな、手とか足がない、頭となんか体だけの棒人間みたいなのをブッブッブッって刺して、で、連れてくんです。そう。そう。噂には聞いたことあります。そうか。ツイキャスね、ご覧になってる方とか、あと、Facebook ライブ見てる方とか、で、なんか、皆さん、人生ゲームってやったことあると思うんですけどね。私もやったことあるんですけど、えんまりさんはやったことがないということでね、結構、あれですね、びっくりですね。はい、ありがとうございます。ボードゲーム好きだと間違われるんですけど、もちろん全然嫌いなわけではないですけど、はい。そんなにやったことないですね。あ、そうなんですね。はい、でもなんで、そういうあんまりボードゲームの経験がないえんまりさんが、シンギっていうボードゲームを開発するに至ったんですかね。作る前はですね、ビジネススクール事業とか、あとコンサルティングで独立起業したい方のサポートをさせてもらってたんですけど、まあ、そういう形も面白いんですけど、ただ、もっとこう楽しく学んでほしい。しかも楽しんでる間にいつの間にか身についたっていうのって素敵だなっていうのと、と問題がこう表に出てきた時、人は学ぼうとか行動を起こそうって思うと思うんですけど、それだと結構なんか
切羽詰まってもう辛かったりとか、うんうん、なかなかこう、じゃあお金が足らない、時間が足らないとか、そういった問題が増えてきちゃうと思ったんですね。うん、じゃあもっとそれよりその問題が出てくる前にアプローチできたら嬉しいなと思った時に、うん、ゲームだったら本当にハードル低く、うん、なんか楽しそう、ちょっと誘われたからやってみようでやってもらって、うん、自分のキャリアについてとか、事業について考えて、働き方について考えて、うん、その問題が大きくならないうちにいつの間にか解決してしまったというか、問題が出てこなかったみたいなことになったら嬉しいなと思って、あー、ゲームにしてみようかなーっていう言葉をうっかり人前で言っちゃったんですね。ほうほう。で、盛り上がっちゃって、ああ、弾くに弾けなくなって、じゃあとりあえず一回作ってみようというので作ったら、へえ、で、その中でやっぱ例えばスマホゲームとか、そういったのは私は全然作れないので、うん、とシミュレーションできるようなゲームがいいなと思ったので、うん、ボードでこう進んでいって、シミュレーションができて、いろんなカードが出てきて、いろんなイベントが起こったり、うん、ワークに答えてもらったりしながら、うん、こう未来をシミュレーションしていくっていう形だったら、自分にもできるんじゃないかと思って作ってみたって感じですね。うんうん、へえ、すごいですね。経験がなかったけど、もともと今、その時やってらっしゃった、まあ、コンサルタントのお仕事をきっかけに、それらが、なんか自然にゲームとして遊ぶことで、いろんな気づきにつながっていったらいいなみたいな。それが形に、そうですね。うっかりなっちゃった。うっかりなった感じですね。それを助けてくれた、その形にしてくれる人が現れたってことですか？形にしてくれる人。そのゲームにしようって言って、盛り上がったその人が、じゃあなんか形にしようよみたいな、それ実際にゲームとしてこうボードゲーム作ろうよって言って、やったらよかったんですけどね。はい、じゃあ、みんな周りの人は、うん、じゃあやったらいいじゃん、あ、以上ですね。なるほど、はい、ブンって投げられちゃった、投げられて、うん、いいんじゃない、はい、みたいな、やってよーみたいな、私みたいな感じですね。まあ言い出しっぺだから、ね、なるほど、そういう背景で、あのゲームは生まれたんですね。そうなんです。まあ私も実はね、その審議一回遊ばせていただいたっていうのもなんか変なんですけど、まあ、やる機会をいただきまして、あれどれぐらい、1ゲームどれぐらい時間かかりましたっけ？大体ゲーム時間が2時間ぐらいで、その前後でルール説明とか、まあ自己紹介、うんうん、ブレイクアウトとか、うんうん、アイスブレイクですね。はい、とか最後のフォローの時間とかも入れて、あ、今3時間半の、個人向けでは3時間半のワークショップですね。うん、3時間半あれば、まあ、それをゲームを楽しめる。はい。最初にやっぱり説明がないと、どういうことが起こるのかがわからないので、まあ、今、エンマリさんが全部その説明も、うん、ゲームマスターもやってらっしゃるってことですか？そのゲームマスターの資格を発行してるんですよ。うん、おー、すごい。養成講座を作っていて、ファシリテーションをしたりとか、うんうん、あとその、まあ、ゲーム取り扱えるっていう権利ですね、うん、を付与させていただいて、うん、そのパートナーとしていろいろみんなで広めていってるところです。あら、そうなんですね。はい、すごい。私が審議体験した時は、あの時はまだなんか、エマリさんだけだった？あ、じゃないです。あ、もうすでにいらっしゃったんですね。うん、っていうのはですね、うん、作って、うん、私が自分のその周りの方にまずやってみてほしいっていうので、ワークショップを何個か設定したんですね、うんうん。はい。で、その2回目のワークショップに来ていただいた方が、うん、私もこのゲームの、その開催する側になりたいって言ってくださって、うん、すごい。じゃあそっちの方が面白そうだからその制度作るよって言って、うん、もう2回目以降から作り始めて、でそこからできたので、うん、そうですね、結構、はい、やってくれてる方もいます。あ、じゃあもう結構周りに協力者の方が多くいらっしゃって、うん、でなんか言ったことがどんどん叶ってく環境がもうすでにあったと。そうですね、素晴らしい。で、まあ、それも本当にありがたいことに、こう、ゲームやってみて、うん、自分もこれ一緒に広めたいとか、うん、じゃあそれこそ子供向け、自分も開発に関わりたい、はい、企業研修向けも関わりたいとか、うん、そんな方がどんどん出てきて、うん、私のわからないところに力を貸してくれてる方がたくさんいるっていう感じですね。素晴らしい。本当にありがたいです。いや、大人気ですね。やっぱね、ご覧になってる方、聞いてらっしゃる方はね、エンマリさんのお顔はちょっとわかんない方もいると思うんですけど、動画でね、見てくださってる方はね、とても素敵なお顔なんですよ。美人さん。だから、しかもこう、明るい感じ、優しい感じが伝わって、多分皆さん応援せずにはいられないんでしょうね。
嬉しいですね。ねえ。ちょっとコメントをね、読んでいきたいと思います。あ、私たち均等の大きさだったらいいんですね。はい。じゃあ私があんまり前に、あ、エマリさんが前に来てくれた。あ、こうやって前に行ったらいいのか。私、ついついね、遠近法になりやすいんでね。そうそう。場所が今そうですね。そうなんですよ。エマリさんはね、椅子に座っていて、私は地べたというか、下畳なんですけど。私が座ればよかった。あ、うん、全然大丈夫です。どっちにしても多分私が大きくなるんです。そう、私は地べたに座ってるんですが、良いですね、均等でって高本さんに褒められたから、しばらく私頑張って均等になろうと思います。ヤンポーさん、さやかさんの自宅に宿泊していいはずですよ、エンマリさんって。お、ありがとうございます。私の自宅かい。私の自宅、ここが私の自宅だったらね、ようこそって言うんですけどもね。ここね、めちゃくちゃすごくって、なんか詳しい場所は言えないですけど、もうね、本当すごいんです。3階建ての大きい、うん、もう本当別荘みたいなところに今います。はい。高坊さん、遊びで適性を把握できるのですね、って。遊びでの適性。そうなんです。遊びだからこそかもしれないですね。うん、遊びで夢中になったり、没頭してるからこそ、その人の本当に本質が出てきたり、うん、普段言えないようなことが、ゲームだから、うん、ゲームに言わされるから言えるみたいな、うん、変化するやつがあるっていう感じですね。なるほどね。確かに、なんかそれをガチでね、言うってなると恥ずかしさがあるとか、うん、なんか嫌だみたいなね、うん、抵抗がある人も多いけど、うん、遊びだったら楽しみながらできますし、で、なんかそれで、実際になんかこう引いたカードで、気づきを喋るとか、なんかちょっとこう考えさせられるような質問がね、飛んでくることがね、はい、あって、で、それを結構一生懸命考えたりとか、あとはなんか思いついたその言葉を言う機会をいただけたりして、うん、で、喋ってみると結構みんなにとっていい学びになったみたいな、っていうのが、ね、すごい多かった印象がありますね。いや、素晴らしい。はい。個人事業主なんですかっていう質問が来てますけど。あ、私は自分の会社を持ってやってます。うんうん、はい。社名は？社名は株式会社クラウドクリエーションズというのがメインでやってる会社になります。かっこいい名前ですね。そう、クボみたいに自由自在な人をたくさん作りたいっていうので、うん、もう設立10年目になる会社なんです。うん、で、その中で、ここ4年ぐらいはそのボードゲームの事業を、軸にして、こう、その軸の事業を変えた感じですね。うん、すごい。それなんか変えるきっかけをね、先ほどお話ししてくださったんですけど、もう今は全部その審議、ボードゲームに一本化されてるんですか？そうですね。基本の軸はそこですね。うん、ただまあ必ずしもそのゲームを使わなきゃいけないわけではないんですけど、うん、ただやっぱり使うことで、うん、目に見えるものを提供できるので、私も提供しやすいですし、受け取ってくれる方も、やっぱりまあちょっとオリジナルなものなので、受け取ってくれやすいのかなっていうのはちょっと思いますね。うん、おー、なるほど、はい。素晴らしい。やっぱね、で、体感しやすいっていう意味では、何でしょうね。人に伝えるというか、まあ、自分から伝えて、なんかこう、強制的にね、何かを、で、なんていうのか、こう、デリバリーっていうんですか、運ぶじゃなくて、みんなが自主的に動いて、で、自分たちで気づいていってもらう方が、うん、そうですね。まあ、ぶっちゃけ、うん、楽っすよね。楽ですし、やっぱね、うん、私の考え方を押し付けてもね、うん、それに合わない方もいるので、でも、やっぱ皆さんそれぞれに素敵なものを持っていたり、はい、いろんな特性があるので、うん、そこを引っ張り出せた方が、ちょっとコーチングみたいな感じに近いかもしれないですね、そういう意味では。ああ、確かに。そう。それゲームがコーチングしてくれる。おー、すごいですね。それって、結構ぜひ、カタカナで審議でも検索できますか？どうなんだろう。私がカタカナであんまり検索したことがなかったんですけど、考えるの真空の最後の性が、うん、GI になってるんですね。あれはちなみに小文字なんですけど、うんうん、これ思考する考えるの真空に最後だけ、うん、ビジネススキル、スキルを日本語にして技術の技、うんうん、そしてそれら、まあ、思考力、うん、スキルを遊びながら得ていこうっていうので、遊戯の技。この3つを組み合わせた名前になってます。うん、すごい。奥が深いですね。その審議ってね、ほんと、結構ボリューミーなんですよ、うん。ボリューミーなんで、あれって、そう、開発秘話的な話をちょっと聞きたいんですけど、はい、うん、1回で今の形になったんですか？それとも改良に改良を重ねていった感じですか？開発してからは、ほぼほぼ変わってないです。1つだけルールを追加しました。
それはどんなルールって聞いてもいいですか？はい、うん。あの、ゲームの中にですね、いろんなスキルのカードとか、うん、まあ、思考力のカードが出てくるんですけど、うん、その中で人の力を借りるっていうような要素のカードがあるんですね。うん、で、そのカードをゲームの中でも実際に人の力を借りて、うん、いいことにつなげていくっていうような要素を一つ足しました。うん、へー、すごい。そこはなんかピーンってきたんですか？それとも意見があった？意見ですね。それ言ってくださった方がいて、うんうん、それいいね、みたいな感じで。ちょっといただきます。えんまりさんの中で、ああ、それめっちゃいいみたいな、響いて、ね、それをルールとして加えられたと、うんうんうん。で、さらに深みが増した。そうですね。そのおかげで、やっぱり、また気づきがすごく多くなったのと、うん、やっぱ一人で何かを成し得るって、うん、やっぱすごい素敵なことですけど、うん、なかなか大きくならなかったり、スピードが上がらなかったりとかするじゃないですか。うんうん、そうですね。で、やっぱり全部が得意な人ばっかりじゃないのに、うん、逆に言うと、自分の中に苦手なものとか、欠けがあると、うん、そこに人の力を入れることができる。で、より大きなものにしたり、もっと世の中にどんどん伝えていったりとかできる。うん、だからそういう考え方をそこで入れることができるようになったんですよね。その考え方の部分だけあったのに、ゲームの中で実際それをやってみるっていうことができるようになったので、うんうんうん、最強でしたね。すごいですね。そのね、言ってくださった方も。大須賀さんっていう方です。大須賀さんという方だそうです。ありがとうございます。なるほど。どんどんね、進化。それもしかも、やっぱりその、プレイする人が増えれば増えるほど、気づきの数もまた増えるから、よりゲームにね、深みが増すんでしょうね。それは本当そうです。ありがとうございます。いや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 、楽しかったんで。なんか、私、一番、まだね、一回しか、あの、ちゃんとやってないんですけど、なんか一回で必要な、あれな、何でしたっけ、あれ、スキルでしたっけ、うんうん、全部揃えられちゃったっていうね。なかなかその一発で揃う人って、そんなにないんです。そうですね、いないですね。なんか揃っちゃったんですよね。はい、絶好調でした。ぜひね、皆さんも検索してみてください。シンクっていう考えるですね。THINK ではなくて GI ですね。はい、審議と言います。ヤンポーさん、人生ゲームなんかだと台風の時なんかにいいはずですよねって、そうですよね。うん、沖縄はね、やっぱ台風がすごい、あの、すごいじゃないですか。うん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 、で、やっぱり中にいるとつまんないから、なんかやろうよ、うん。っていう時にね、ゲームめちゃめちゃいいと思うんですけどね。確かにそうですね。審議もめちゃめちゃいいかもしれないですよね。なるほどね。ありがとうございます。ダンサーズさん、あ、ちょっと今日あれかな？あの、ツイキャスの調子悪い？っていうか、こっちの調子悪いのかな？はい、ダンサーズさん、人生ゲームめっちゃ世代じゃないですか。ねえ、みんな世代じゃないですかね。私たちも多分、あの、エマリさんはやったことないって言ってたけど、まあ一応多分世代ですね。ちょっとあの、たまたまやったことないだけです。そういうことですね。はい。あの、女性ですので、ご年齢等はちょっと省かせていただきますけども。はい。Z さん、こんばんは。こんばんは。人生ゲーム、バンカース、あ、バンカースってなんか聞いたことある。は、昔ながらのトランプ、カルタなどのゲームと、その後のテレビゲームの橋渡しになった役割ですね。そうですね。まあ、審議はもしかしたら新しい橋渡しになるかもしれない。わー、嬉しい。もうガツンガツン宣伝しちゃってください。ありがとうございます。はい。見えたかわかんないけど。そうですね。見えてたらぜひ。高坊さん、私の実家ではそこはって。実家に土足で踏み込んでるぞ。はい、ありがとうございます。沖縄大好きさん、こんばんは。ちら、こんばんは。前回はね、あの、Facebook ライブでもありがとうございました。それから高坊さん、ある意味 AI に支配されるイメージですねって。うん。お、AI、うん。AI なんですかね、うん、どうなんでしょうね。AI っていうよりは、なんか、人のそれぞれの気づきとか、まあ、支配ってわけじゃないけど。うん。ちょっとまたどういうイメージなのか。そうですね。教えてください。うん。はい。同じく高坊さん、現実問題一人では限界がありますよねって。うんね、はい。三人寄れば文殊の知恵とも言いますからねって。うんうん、ちなみにその、審議ってゲームって最低何人からできるんですか？一応、二人とかできますけど、やっぱり何人かいた方が、いろんな人の考え方、うん、エッセンスがあって、うん、自分かと違う人が目の前にいることで、うん、自分はどうなのかっていうのが分かるじゃないですか。やっぱり一人だと自分が何を考えてるのかとか、うん、か人と違うのかって分からないと思うんですけど、うん、そういう対象がちょっと多い方が、やっぱりやりがいがあるというか、はい、あ確かに集中できるものも多いですね。うん、ですね。
であればね、やっぱり、最大だと逆に何？最大だと、一応一つのボードに5名が最大なんですけど、うん、それ以上増える場合は、うん、そのテーブル数を増やしていって、うんうん、ちょっと別々のゲームにはなるんですけど、その代わりゲーム展開が違うのを最後にみんなでフィードバックし合うっていう。なるほど。ちょっと違う面白さもあるんです。そっかそっか。そうすると、まあ何人でもやろうと思えばできるよってことですね。そうですね。本当何百人とかで一回やってみたいですね。ああ、それは面白いかもしれないですね。結構ね、ボードゲームっていうと、まあ私が、関わってる、まあ友人が、トレーナーとしてね、やってるボードゲームがあって、うん、アチーバスっていうのがあるんですよ。はい、ご存知？はい、はい、広げてる梅ちゃんは、ああ、そう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 。一緒に食べる中でございます。あ、そうなんですね。はい、ボードゲームつながり。そう、梅ちゃん、梅村さんっていう方が、日本に、まあ、持ってきたというか、もともと、あれ、アメリカでしたっけ？アメリカだと思います。確かね、アメリカ発のボードゲームでアチーバスっていうのがあって、うん、まあ、アチーブアスの、造語で、みんなでこう良くなっていく、みんなで勝つって、みんなで勝利していくっていう、まあ、そういう、面白いまたゲームがあるんですけどね。一回ね、はい、コラボイベントとかもさせてもらったり、お互いのゲームの会に参加したりとかもしてます。へえ、すごい。じゃあ、そうするとね、なんか、アチーバスとかは結構大人数で、イベントを毎年やってたりするので、うん、なんか審議もそうなってったら面白いんじゃないかな、なんて思いましたね。タカボさんが、これ言葉で言うと変わんないけど、そこは審議ですねって。あ、なるほど。はい。審査の審にね、議論の議で審議ですねって。わら。はい。みそにこみすきーさん、こんばんみそ、やっと聞けますって、こんばんみそ。人生ゲームのピン、人がよくなくなりましたよねって、そうそう、あれなくなるんですよ。めっちゃちっちゃいから、すぐね、なくすんですよ。で、ああ、もう青がないみたいな。ピンクがないみたいな。そういうの結構あったような気がしますね。あと、車をなくす人とかもいますね。はい。高坊さん。AI と申し上げたのは、自分の適性とされる方向性を誘導されるようなイメージがあった。へぇ、全く深い意味はないですって。ああ、なるほどね。まあでも、なんか AI って結局、そういう人の、なんか動きとか気づきを、まあデジタル化してったっていうか、そのプログラムにしてったものの集合体だと思うんですよ。で、いろんなシミュレーションがね、こう存在していて、で、いろんな分岐点でこういう結果、こういう結果、その時の気づきはこう、ああ、みたいな。っていうものであるから、なんかその本当にベーシックの部分かなと、思いますけどね。そうですね。本当にいろんなすごい莫大なデータを統計出して、データ化してっていう、そのパターンで、まあ人の特性って、そんなに言葉にすると多分、すっごいたくさんの特性があるわけじゃなく、やっぱり似てきてたり、その組み合わせだったりすると思うんですけど、ただそこに誘導していくっていうよりは、まずはその自分の適性とか、何を考えてるのか、どんな価値観なのかっていうのをピックアップしていくというか、自分で気づいていくっていうところなんですかね。その後でもしかしたら、じゃあ本当はこうなりたいから、こっちにシフトチェンジしてみようっていう道も見つかっていく。そこがもしかしたら誘導っていう言葉なのかもしれないですね。ああ、なるほどね。深いですね。面白い。面白いですね、視点がね。はい、ありがとうございます。ヤスさんの顎下に手を置くのってキュンときちゃったんで真似してみた。いやいや、エンマリさんの方がね、破壊力あるんですよ、実は。キュン、ありがとうございます。柄にもなくやってしまいました。ありがとうございます。いやー、でも、ラジオデビューね、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いきなりまさかの、今日の今日ですからね。そうなんですよね。どうですか？ラジオって、なんかこう、意識すると。いや、でも今はね、お話しながら画面が映ってるので、いつものズーム、私もよく使うんですけど、はい、なんかそんな感じの気さくさ、気軽さでできて、でも声だけ届いてる方にはどんな感じなんだろうなっていうのはちょっと興味深いなって思います。ね、確かに、なんかね、これがきっかけで、じゃあツイキャスやってるんだったらツイキャスでゲフ M 議論1って検索してみようっていう方もいるかもしれないですからね。だから、ちょっとね、もしかしたら、ビラの、Wi-Fi の調子が微妙かもしれない。たまに止まってる。はい。もしなんかちょっと止まってたらごめんなさいなんですけど、こんな感じでね、今日は進めております。
なんか他に出たい人いるかな。いっぱいあそこら辺に人がいますね。いっぱいいますけどね。まあいなければあの円丸さんと私でつらつら喋りますけどもね。こっち見ない。はい。まあでもあれですね。あの円丸さんとの縁をつないでくれた人はなんかぜひとも出ていただきたい気はするけど、どうなんだろう。ね、立ってる人、そうそう立ってる人です。あ、来てくださるみたいです。はーい。変わりますか？あ。じゃあ、あの、一回、あれですかね。選手交代ということで、円丸さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。また出てください。改めてね、あの、ズームとかでまた出ていただこうと思います。さてさて、ゲスト交代です。後半編って言っちゃった。後半戦です。さあ、こんばんは。どうもこんばんはっす。はい。円丸さんとの縁をつないでくださった、素晴らしい方ですよ。初めましてですよね、ラジオでは。多分人生初出演くらい。あ、じゃあもう本当円丸さんに続きデビューおめでとうございます。はい、お名前は。はい、名前は佐藤純一です。はい、佐藤純一さんです。でも私純一さんって呼んだことないです。純蔵さんって呼んでます。なんで純蔵さんなんですか？そうね、これなんでだろうね。なんかあの いつの間にか、うん、あのみんなが呼ばれるようになって定着しちゃったね。なるほど。あ、みんなに呼ばれるようになって純蔵さんになったんですか？そうです。なんだろうそれ不思議。多分みんな気になっちゃいますよね。関根純蔵さんとかって。とあるグループで、人数が増えたときに、はい、純蔵っていうんですか。あ、純粋に増えた方で。なるほど。純元純蔵の純蔵の方ですか。とあるグループの時はなんかその勝手に呼ばれてる感じ、はい、あ、確かに一緒ですからね。一緒だから文字としては。あ、今日はサンピン茶を飲んでおります。さあ、純蔵さんは何をしている方か、ちょっとぜひなんて言ったらいいんだろう。あ、いつもの紹介で。いつもの紹介ね。ケビキの焼けるシャーマン、あ、違うな。ケーキの焼ける人。大体合ってます。はい、あのチーズケーキとガトーショコラ、あともう一つなんかありませんでしたっけ？ガトーショコラ、あとシュークリームもやってる。え、シュークリーム。リンゴのタルトケーキ作ったりとか。あ、すごい。実際いっぱい作るけど、はい、安定してるのはチーズケーキとガトーショコラ。ああ、そうね、めちゃめちゃね、ケーキ屋さんに出てるケーキと、本当に、なんかそれ以上に美味しいかもしれないっていうね。あ、このまま行くとケーキ屋さんになっちゃう。あ、そっか。ケーキ屋さんじゃないんですけど、ケーキが焼ける占い師。占い師。でも違う。あ、違う。はい、ちゃんと言うと、はい、家族めっちゃ大事にしたいと思ってる方の中で、はい、家族大事にするかの資産を倍にしたり、うん、働く時間を半分にしたりする。うん、そんなお手伝いをしてる、うん。資産形成のコンサルティングとか、経営コンサルみたいな。はい。で、たまたま趣味でケーキ焼くんで、なんか、ケーキ屋さんだったり。そう、そっちのインパクトがでかいんですよね。うん、いや、美味しいんだもんだって。なんかケーキ屋さんだっけなと思うんですけどね。実際に高保さんがパティシエですかって。ヤクルトとは関係なかった。そうですね。まあまあ、ヤクルト、ヤクルトファンだね。あ、そっか、ヤクルトファンだそうです。なんで、まあまあ近いです。おめでとうございます。でも、パティシエではなくて、資産形成のサポートをされていらっしゃいますと。で、そこから、まあ、経済、日本経済とか、世界経済のこともすごく詳しくて、まあ、それは、純蔵さんのメンターになる、まあ、師匠になる方がたくさんいらっしゃるというところで、もう、あらゆるいろんな出来事を知っている、もう、それはもうシャーマンみたいな方なんですけどね。平たく言うとシャーマンみたいな感じなんです。沖縄の話しとかない。あ、じゃあぜひぜひ。はい。実は、ね、沖縄の沖縄の。はい。自分のね、妻が、うん、妻の親族が、皆さんね、知ってるわ。ステーキハウス88。うん、沖縄のね、88かジャッキーってわかる。なんと、妻の親族で、88経営してるんです。お、ステーキハウス88、行ったことある人。はーい。ありますよ。そう、だから、結婚して。はいはい、来た。いっぱい来た。ありがとうございます。はい。高本さん、みそにさん、ありがとうございます。地域経済、高級大学。ありがとうございます。妻に代わり申し上げます。ありがとうございます。私もその奥様に代わり、お礼申し上げます。はい。妻のね、旧姓がキシャバーです。おー、キシャバさん。沖縄の中で多分結構ね、レアですね。うん。去年、車のタクシーの中で、株式会社キシャバーっていうのが。おー、あ、そんな会社あるんだ。
自分の名前をつけたみたいな感じですかね。あとなんだっけな、なんか前ちょっと沖縄で上映された映画がね、あの沖縄市のコザっていうところで、を舞台にした、映画を見たんですけど、その時にも記者場さんで出てくるんですよ。はい。だから、記者場さんって名前も知ってます。うん、ちょっとね、北部の方。うん。おじいちゃんがね、出身の。そうなんですね。そこから、あれ、ステーキハウス88って本店は、あれ、那覇市内ですよね。那覇市内の松山とか。松山、辻とか、辻本店ですよね。うん。そう。だから、そこから、こうなんか南に来たみたいな。そうそうそう。へぇ、あ、そうなんですね。そう。純蔵さん自身は、お生まれは生まれは横浜。横浜。なんだけど、妻は沖縄で、うんうん、あの妻が X ジャパン好きで、小学校の時に、X、 あのそれを聞いて、うん、なんかピンと来て、よしきに会いたい、X に会いたいって思って、うん、那覇商業高校、あんま言わへんのよ。バレるバレる。で、あの東京に出てヘアメイクになっちゃったっ、はい。ああ、すごい。そうなんですね。はい、なんと数奇な運命でしょう。はい。僕も X 好きだから、うん、あのまあ、彼女はコスプレまでして世界中追っかけに行く。はい、すげえ気合入ってるから。すごい人ですよね。共通の友人がいたイベントで、まあ、出会ったんです。おお、すごい。そうか、そうか。それで出会って、結婚するに至る。で、結婚も、あの、沖縄だと、あの、おじいおばあすごい大事にしてるから、うん、あの、おじいがロアジールホテルの会員権持ってて、うん、ここがいいって言ったんで、結婚式場勝手に決まってました。もう大体いろんなことが全部決まってくる感じですよね。はい。沖縄ね、あの、数えただけで親族400人くらいできちゃったんで、ね。すごい。残念な、これ全員覚えるの諦めたんで。まあ、400人はね。親族って言われたら、うん、コンサルティングはお金取らないでやる仮面になってます。ああ、なるほど。400人来るかもしれない。ないってことですか。すごいな。結婚式はやっぱり、はい、あの座席で一応決めてやってたんだけど、うん、あの本当に招待していない方も、うん、あの結婚式中たくさんいらっしゃってました。じゃあもうなんか私もみたいな感じで、あの おんぶに抱っこじゃないけどそんな感じでくっついてっちゃったみたいな。それが許されるっていうのがまたいいですよね。なかなかね。結婚式のさ、うん、ひな壇で、はい、なんか、ざわざわしてるのがわかる。はい。で、後で聞いたら、うん、なんか関係ないけど楽しそうだから来たっていう人テーブル入れてましたって後言われてた。そういうこと？じゃあ親族とかの方でなくて、なんか楽しそうだから来たってこと？イベントみたいですよ、本当に。街のイベントみたいな。沖縄あるある挙式って、ね、みそにさんが言ってる。そうそう、面白いですね。はい。結構たくさんコメント来てますね。あの、県内にいた頃は、って、高保さん。ヤンポーさん、沖縄では定番じゃないですかって。高保さんが聞いちゃってましたね。那覇商業、くもじ交差点の近くですね。めちゃくちゃ廊下。バレてる。めちゃくちゃ廊下。はい、バレてる。沖縄大好きさんも、ワオって。どこかにワオって言ってくれた。ミラクルシティ小座。そう、ミラクルシティですね。ヤンポーさん、泉&弥生の記者場泉さんは知ってますよって。怖だな。はい、ということで、たくさんコメントいただいてます。で、結局、純蔵さんが何者やねんっていう話ですけどね。最近は、あの、組織の、なんでしょう、こう活性化っていうか。そうですね。経営者の方が、あの、うん、意見関係とかで悩んでると、うん、あの、まあ、いろんなね、お勉強をさせてもらった中で、うん、あの、皆さん動物占いとか、はい、市中水明とか、うん、なんか、まあ、それと同じような感じで、はい、あの、お名前と生年月日もらって、組織図もらうと、うん、そこでこう、評価を、ね、鑑定すると、うん、なんと組織の問題が見えるんですよ。すごっ！生年月日で。生年月日で。やばい。あったことなくても。やばいですね。それは恐ろしいですね。でも動物占いをね、知ってる人は多いんじゃないでしょうかね。はい。動物占い知ってる人、ぜひコメントください。はい。で、それの、まあ、動物占いっていうのはすごいわかりやすくしたものなので、なんかもっと深いものが見える。うん、だから、僕はね、あの、資産形成とか、たまに、あの、時計、香港とかに行くんですけど、はい、その、こう、運用をお願いしてる、ファンドマネージャーの、ポールさんっていう方が、うん、ポールさん。ポールさん。多分資産、一人100億円ぐらい持ってるんですよ。やばい。意味不明な。意味不明。ファンドマネージャーとして多分お金、多分日本円で10兆円ぐらい多分動かしてる。はぁ。で、まあ、その時はファンドマネージャーになっていただいたんで、はい、あのポールさん、投資判断で何一番大事にしてますかって聞いたら、うん、回答何だと思うんですか？投資判断で一番大事にしているもの？お金動かす。
そのなんか、動物占いみたいな。一番最初にしたのが、運気。運気。え、運気ぶっ飛んでますね。宇宙人。真顔で言うの。真顔で言う。その人は宇宙人ですか？ちょっとさ、日本には、はい、読む、歴とか読む人ついてる、うん、いや、そんな人いないっすよ。うん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 、そういうふうに言ったら、じゃあ僕の師匠を紹介してあげるよって言われたのが、はい、李先生っていう、ちょっと怪しいけど、片言日本語が喋る方をご紹介いただいて、はい、10年くらいの結局修行するための。はい、そうだったんですか。あ、じゃあなんか、純蔵さんが自ら修行したいじゃなくて、なんか成り行きでそうなっちゃったみたいな。紹介されたから。ああ、そうだったんですね。それで足を踏み入れたと。で、早十何年。早10年。そして抜け出すのな。さらに深まってしまっていると。でそのおかげで、組織の悩み事を持ってらっしゃる、特に弊社の方、うんなんか人間関係ね、うまくいかないよとか、うん、トラブルがあった時とか、うん、実はこんなところは実は要因じゃないですかね、とか、なんでわかるんですかみたいな話になって、うん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 、じゃあ、そのためにどうやって解析したらいいですよっていうアドバイスをしてあげる。おお、みんな欲しいですね、そういう人ね。一家に一台。はい。高保さん、黒票でした。黒票。黒票。欲しい。欲しいって。あ、ついでに全自動でケーキが焼ける機能がついてくる。あ、最高ですね。ケーキが自動的に焼ける機能だそうです。はいはい、あと料理一辺とできますね。あ、素晴らしい。私カレーライスごちそうになりました。そういえば。めちゃめちゃ美味しかったです。我が家まで聞いた。カレーライスをおかわりさせていただきました。お土産にケーキ付きでした、ね。あ、そう。もうそのケーキがまた美味しくてね。はい、ありがとうございます。高保さんが整ったみたいですね。占いも資産運用もどちらも投資が必要ですね。高所で今度どっかのタイミングでケーキ焼きます。やったー。あ、高保さんはね、東京の方なんですよ。あ、じゃあ会える会えるんです。会おうと思ったら会えます。はい。高保さんもね、日曜日の12時半から高保のキックオフっていう番組やってますので、ぜひ、FM ドラン聞いてみてください。片言日本語話す人イコール怪しい。間違いない。間違いない。間違いない。僕は最初怪しい人と思ってました。はい。私もなんか、純粋さん怪しいなと思ってました。ありがとうございます。でも、あるね、研修の場でお会いしたんですけど、でもそこからいろいろね、沖縄であれ意気投合しましたよね。沖縄ね、いろんなところですね。うん。で、ね、セーファー畑いたら猫やってくるしね。そう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 。今日もね、なんか、団体さんお断りみたいなお店に行って、まあ、これはあんまり店の名前言えないですけど、行って、普通は断られるらしいんですけど、なんか、純蔵さんパワーで受け入れられちゃったっていう。最後ね、はい、お店の店主の女性店主、うん、ずっと握手され。握手されてましたよね。なんか、心で繋がってましたよね。なんか縁起物みたいな。縁起物、そうそう。触るといいことがあるみたいな。触っとこう。トゲ抜き地蔵系。そうそうそう。頭触るとかトゲ抜き地蔵とかそんな感じの。はい、まさかやーって。そうなんですよ。ほんとね、不思議なことが純蔵さんの周りでたくさん起こるので、ぜひ、気になる方は純蔵さんと繋がっていただきたいなと。特にね、Facebook ライブご覧の皆さんは、Facebook ライブやってらっしゃる、Facebook やってらっしゃるので、そちらで繋がっていただくのもいいかもしれませんね。Facebook ライブから田中一郎さんがこんばんはって言ってくださってます。ありがとうございます。さあ、純蔵さんはなんか今後どんな感じで、そうですね。はい、妻がね、やっぱり沖縄の那覇市、坪屋出身、あんま言わない。うんうん、まあ、細かいやつ。地元がバレるから。言われる。だから、沖縄の方に直接お金が落ちて、はい、所得が、その、都心部、うん、首都圏と同等ぐらいになるまで上げるようなお手伝い。おー。やっぱりその大阪とか東京の人がお金持ってっちゃうような仕組みやっぱダメなの。ああ、そうですね。人落ちる。うん。そういう仕組みを作って、所得上がってもらって、高等教育さえ受けて、災害に転ねを飛び出していく、うん。そういう人を作って、こう、出伝いっていうのを沖縄でしたり。おー、素敵。いいですね。まだまだね、やっぱ沖縄は可能性たくさんありますからね。掘り起こされてない可能性がいっぱいあるような気がしてますよね。これってやっぱりその地元の方は、なんかやっぱそれが当たり前だからこう気づけてないところもあるかもしれないですけど、まあ単純にそのお金を奪っていくっていうことではなくて、本当に客観的に見てね、あ、ここにこんな可能性あるよっていうのを示してくれる、内地の人とね、つながって、沖縄からもどんどんこう元気にしていけたらいいっすよね。
ですね。うん、楽しいですよね。まあ、その時に、ぜひ、自分自身のことをよく知るとか、他の人、周りの人、自分の家族とか、ビジネスパートナーとか、大事な方の、個性といいますか、その人の、そういう、どんな人かを知るっていうことを助けてくれるのが、純蔵さんだね。はい。はい。謎のシャーマンがうまく回収していただいた。はい、そうですね。やっぱシャーマンだけだと、ちょっと謎の人で終わっちゃいますからね。そうそうそう。そうなっちゃうとあれなんで。ヤンポーさん、大福神様って。そうかもしれません。はい。たまに相談受けてね、合唱されて泣かれる時があるんで、僕そういう仕事じゃないんで。ああ、そうそうそう。でも泣かれてますよね。よく。でもそうやって聞こえるからね。あ、そっか。僕の価値観じゃなくて、相手の価値観をお借りして、こういうふうに聞こえるんですけど、はい、合ってますかって確認をするだけで、うんうん、あ、なんでそこまでわかるんですかみたいな。ああ、なるほど。すごいですよね。ビジネス上で、ね、福岡にいらっしゃる税理士の先生、大御所の方がいて、うん、現代の侍みたいなんですよ。へ、すごい。三十数年間学んできた原理原則を、みんなに残していきたいんだ。はあ、そんなすごい人がいるんですか。めっちゃ自分が泣くぐらい、締められます。修行経営者としての在り方とかね、人としての在り方というところをすっごい突き詰められる。おお、いろんなことを考えさせられるきっかけになるということですか。すごいですね。谷底に突き落とすかの勢いで学べと。愛を持って本怒られるってあるじゃないですか。うん、だけど、本気で叱られると大人ではないんですよ。人が寝れないぐらいの力です。そんなんなんですか？怖普通は怖いと思う。でも、いや、自分の間違いに、相手の価値観を変えて初めて気づかされた瞬間。あ、人が関わって全部、めっちゃ、やっちゃって恥ずかしいってことをこう振り返る。へぇで、翌日、叱っていただいた方に、うん、ありがとうございました。うんそしたら実はその方ご自身も若い時に同じような過ちをしてて、うん、同じように指摘してくれるお師匠、その方からのお師匠になった。へえ、すごい。で、佐藤さんね、自分の間違いを受け入れて、素直に人に伝えた時に、初めて人間として成長できるんですよ。はい、言われた時に、ボロボロ、僕は涙流れて。はあ。その時の、その、ね、自分のお師匠に当たる方も、はい、その話を自分にしてくれた時に、若い時のことを思い出してボロボロ泣いて、一晩寝てないおっさん二人が朝一のレストランで涙流しながら飯食ってるわけですよ。やばい。ホテルレストラン、昇進旅行みたいな。ホテルレストランで絶対寄ってこない。で、その前日の産業を知ってる一緒に勉強してる人たちも、はい、朝エレベーターでピーンと降りてきて、入り口のところにおっさん二人泣いてるんで、あいつまた怒られてんよみたいな感じで来ないんですよ。だけど大事な思いを本当そこで承継してる瞬間なんだけど、はい、前から見たらなんか、ね、変な人。まあそうですよね。泣いてる人ってちょっと なんかやばいなみたいな雰囲気感じますからね。その時に初めて、うん、人様の価値観をお借りして初めて自分に向き合わせた。まあ一人じゃなかなか、自分一人じゃね、なかなか気づけないことがいっぱいありますからね。本当。めっちゃ尊いです。へえ、すごい、すごい修行してますよね、本当。でやっぱ組織の中とか人間関係で一番大きい問題って、うん、自分の価値観が正しいっていう前提で物事を言った時にあえて攻撃してるんで、うんうん、ああ確かに、その押し付けですよね。自分の価値観を押し付けた時に関係性が壊れるんで、うんうん、逆に相手の価値観を返してこういうふうに聞こえるけど、うん、合ってますかっていうところで、うん、そうそうなんですし、うん、同意してくれたら初めて僕こういうふうに思ってるんですけどって言ったら届くんだけど、確かに、うん、俺の価値観正しいの、俺ああそうですよね、そうですよね、ぶつかっちゃいますよね。ヤンポーさんもね、自分の間違いは認めないといけないですからねって、はい、タカボさんも孫子も言ってましたね。敵を知り、己を知らば、百戦あやからつって。なるほど。めっちゃ深い。深い。めっちゃ深い。いろんなこと知ってるな、みんな。はい。ということでですね、自分のことを知りたい方とか、相手のことをどんな人か知りたいなとか、なんかあの人とうまくいってないんだよな、組織でうまくいってないんだよなって悩んでる社長さんとか、まあ、そういった方のお力になれる方が純蔵さんでいらっしゃいますので、ぜひ皆さんの中で気になるなっていう方、オンラインでね、いつも家から飛び出さないんだけど、今日は沖縄に来ているということで。基本引きこもり系ですね。引きこもり。はい。今日は沖縄に引きこもり。家で子供たちと一緒にケーキとかカレー作ってるお父さんです。ああ、素敵ですね。やっぱり奥様とお子様を大切にされる佐藤純一さんでいらっしゃいます。ぜひ、皆さんよかったらつながってみてくださいね。
高保さん、私の同僚に常に声を荒げて自分のやることが正しいと信じる輩がいますね。他人の話を受け入れがたい輩ですね。まさにそういうことですよね。ギャップっていうか。うん、はい。ということでね。まあ、こんな感じでラジオやってます。はい。またぜひよかったら出演してください。はい。ありがとうございます。純蔵さんでいらっしゃいました。ありがとうございました。あと一人誰かよかったら道連れに。はい、じゃあちょっと誰か一人連れてきます。はい。あんまり酔っ払いすぎてない人がいいです。お酒入ってない人。はい。あとですね、番組は9分ぐらいで終わっちゃうんですけども、あと一人誰か連れてきたいと思います。はい。誰か連れてきて、終わりにしたいと思います。はあ、はあ。沖縄大好きさんも。前の職場の元上司がなかなか他の職員の話を聞き入れず、聞き入れない状態で圧をかけてきたことがあるというっていう。そうね。そういうのもありますよね。やっぱり、まずね、人の話は受け入れた方がいいですよね。はい。あら、エンマリさんリピートってきてるけど、エンマリさんね、今近くにいないんですよ。ヤンポーさん、シチューはご飯の上に乗せる派ですかって。私はね、セパレート派です。じゃあ、お一人男性の方をちょっと登場させたいと思います。どうぞ。ちゃんちゃんちゃんちゃーん。こんばんは。こんばんは。はい。どうも。神主さんです。あ、違うか。カテゴリーが違います。あ、違うんだ。はい。じゃあどうぞ自己紹介。はい、私ですね、東海地方、岐阜尾張東ビージョンのインスパイアチャプター。BM じゃないから、ここ。ラジオだから。はい、仕事は製造業をやっております。製造業、はい、はい。今、安さんがおっしゃったように、神主、神職もやっておるという二刀流の高山でございます。高山さん。岐阜の高山さんって言ったら、飛騨のイメージがあるんだけど、飛騨じゃないんですよね。はい、もうちょっと下です。もうちょっと下。はい、関市というところですね。はい、もうちょっとぜひ近くに寄っていただいて。はい。私、遠近法で私の方がなんかすごい。そうですね。はい。ということで。あ、すごい。なんかちょっと待って。なんか。雑魚が高いんです。雑魚が高い。雑魚が高いというよりは、まあな、はい、身長が高いということで。正座しちゃうんですよ、ね。ああ、なるほど。やっぱりそれはあれですね。神職だから。はい。すごいですね。もともとご実家がそういう。でもなくて。え、違うんですか？変わり種。な人間でして、ちょっと興味があって、はい、ぜひやってみたいなっていう興味本位で、そんなんでできるそんなんでとか言っちゃう。できます。本位で。もし、はい、もし、その、したい、興味あるって方が見えたら、はい、一度連絡いただければと。あっはっします。高山さんです。高山何さんですか？高山雄二と。高山雄二さん。はい。はい、高山雄二さんです。どうやって検索すんねんって話ですけどね。あれ、神社のお名前を。はい、神社はですね、私今、6つ7つほど持ってまして。あ、ちょっと待って。6つ7つ持ってる？そうですね。なるほど。はい。神社って空前の人材不足でございまして、はい。まあ、基本一社一人なんですけど、はい。とても足らないんです。あ、そうなんだ。数が。ええー。それで、はい、まあ、本当多い方は10社以上持ってる方も見えるんですけど、まあ、僕は機械屋の仕事もしてるので、はい、どうしても7社、6社で限界だよと。いつ限界でございます。限界突破してるようにしか見えないけど、すごいですね。沖縄大好きさん、ざっとこうなる、略して雑魚って。受ける。ダンサーズさんが刃物で有名なところって言って。あ、その通りでございます。はい。ダンサーズは名古屋なのでね。そのまま下にもっとこう行くと名古屋が見えてくる感じで。そうですね。はい。ここまで30分で行けますね。あ、近っ。ぜひお会いしてください。よろしくお願いします。はい。ぜひとも杞憂名古屋の電話ゲストとして、いかがですか、ダンサーズさん。はい。よかったらね、そうやって名古屋の、はい、パーソナリティの方もいらっしゃるんで、二の案ですけど。よろしくお願いします。はい。神主の話とか面白いかもしれないですね。そうですね。いくらでも出してきますんで、はい、あまり出さないんですけど、はい。そうですね。あと5分で番組も終わっちゃいますけどね。はい、まあ、ただね、沖縄大好きさんが、高山さんっていうコメントとともに、6つ7つって。びっくりしてますよ。はい、そうですね。初めて聞いた。実は、神主業の中では、結構そういう方がおるんですよ。はい、おるんですけど、本当これは、一番難しいところで人材不足。あ、これにつきます。一日に三つ四つのお祭りがある日とかは、もう駆けずり回ってやるんですけど、そもうこれは本来ではね、はい、そういうのは良くないんですけども、致し方がない。まあそうですよね。はい、
ミッキーがあちこちに現れる疑惑と同じような感じですか。そうですね。でもミッキー一人しかいないから。そうですね。一生懸命頑張ります。はい、すごーい。そっか、6つ、7つ、まあ、10とかやってる方もいるって言ってたから、そういう方はもう完全に寝食がメインで、で、そういうイベントをもう行き歩いてる、渡ってるみたいな。まさしくその通りです。はあ、大変だ。皆さんぜひ、なんか、神主さんというか、そういう神職、ちょっと興味あるよっていう方は、ぜひ本当につながっていただいて、なんとか、神社仏閣系はね、日本でも大事な文化の一つですけども、まあ、神社がなくなってしまうってすごい悲しいじゃないですか。はい、その通りです。だってみんな願掛けしに行きますよね。受験のお願いとか、はい、恋の成就とか、いろいろね。やっぱりありますよね。高山さんの神社のうちの一つ、まあ、別に6つ7つ言っていただいてもいいんですけど、はい、何をお祈りというかお願いできますか。そうですね。まあ、一つの神社ある神社は、うん、関市にある向山神社。向山神社。神社があるんですが、そこはお山が祭神なんですよ。で、よくあるのが山が好きな方が、そこに行って、すごくこう、安全祈願をされるとかっていうのがあったり、例えばある神社は、刃物、うんうん。鎌ですね。鎌の、お祭りというか、祭神が見えて、うん、そこでお祭りをして、まあ、刃物の町なんで、うん、そういったことを安全祈願をするということもしています。まさに地元ならではのお祭りというか、はい、はい、素晴らしいですね。高坊さん、王神寺、それ違いますから、はい。ヤンボーさん、普天間神宮に行ったらいますかって。沖縄に進出してくださいじゃん。知り合いがいますね。あ、知り合いもいるんですって。狭い業界なので。すごい。ヤンボーさん、ぜひ、高山さんと繋がってみてください。よろしくお願いします。はい。高坊さんが神社にエールを送ります。ビールって書いてあります。ビール、ね、ありがとうございます。神職さんの人たちのお酒ね。はい。ありがとうございます。ヤンボーさん、釜？沖縄では釜が飛んでくるよって。すごいな。すごいです。はい。あと、ダンサーズさん、営業される神主。ガーンみたいな。絵文字とともに。大事です。大事ですよね。営業しないとね。はい、やっぱりそこで、こう、イベントやりたいとか、やっぱその、町の人たちが神社を、あがめ立て祭らないとね、はい、いけないので。本来は、やっぱそうなんですよ。町の方々が、こう、みんなでお祭りをして、はい、一生懸命やっていただけると。はい。大事でございます。なるほど。ぜひ皆さん、お近くの神社にお参りに行っていただきたいですし、あれなんか人不足だな、なんかちょっと寂れてきたなっていう方は、神職に興味を持っていただければと思います。どうやってその神職に就くんだろう。私ちょっとよくわかんないんですけど。それこそ、はい。30分かかるので、あ、そっか。そっか。私なり、はい、安さんなりに、はい。いただければと思います。はい、あ、じゃあ、高山さんまたぜひ、単独でゲスト出演いただいて、はい、どうやったらその仕事に就けるのかちょっと聞きたい。それは分かりました。時間をいただければ、はい、ぜひ私も、はい、ありがとうございます。はい、また高坊さんが整ってますね。神主とかけて受験生と解く、その心は神職を忘れて頑張りますって、うまいな。ありがとうございます。お後がよろしいようで、高坊さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日は沖縄南城市からですね、お届けいたしました。今日他にもたくさんの方がいらっしゃるんですけど、今日はその中で、3人の方にゲスト出演していただきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、またね、今日出てくださった方は本当いろんなシーンでまた登場していただこうと思いますので、ぜひぜひお楽しみになさっていてください。一部ちょっと電波がね乱れていたらごめんなさい。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。また来週ですね、この時間にお会いしたいと思います。たくさんねコメント来てます。本当にありがとうございます。読み切れませんでしたけれども、ぜひぜひまたね来週以降で皆さんのコメント読めたら嬉しいです。ありがとうございました。